M242 ブッシュマスター M242 ブッシュマスターはアメリカ軍をはじめとする NATO 加盟国によって使用されている2 5ト、mm、ル、チェーンガンである M242 は火薬の発射ガスや反動に頼らず外部動力源を用いて単車及び連射をすることができる機関砲である砲弾はメタルリンクにつながれた状態で装填される M242 は 軽装甲車やヘリコプター、低空を低速で飛行している航空機などに対して使用されるほか、敵陣地制圧などにも使用される。発射速度は最大に100発、分。有効射程は使用される砲弾によるが、最大2000から3000メートルに及ぶ。この機関砲は、もともとマクドネル・ダグラス、後にボーイングに吸収合併されるが、開発生産していたが、 その後アリゾナ州メサに本拠を構えるアライアント、テックシステムズ、アッテックによって無され、現在はアッテックとオービタルサイエンシズの合併によって設立されたオービタルアッテック、元脳スロップグラマンイノベーションシステムズに生産が引き継がれている。M242 は他の自動作動する重夜砲と異なり、発射ガスや反動を砲弾の装填、排さやに用いず、 機関部に設置された一馬力の直流電動機がチェーンと球団機構を動かす。そのため、工術のように玉詰まりが非常に少ない。歯車を介して動作するチェーンとボルト、遊定が連動することによって一連の発射作業が行われるほか、歯車をクラッチ機構によってつなぎ替えることで、航空機には、小位榴弾、軽装甲車には、鉄鋼弾を使用する。 二重装填機構装備という柔軟な運用が可能である。砲は、砲身装填装置、機関部の三つの主要パーツから構成されている。全体で 110kg と非常に重量のある M242 ではあるが、一人で組み立て、撤去することが可能である。作りがシンプルであり。 この機関砲の高い信頼性が評価され、世界で1万500門が使用されている。ジャム、玉詰まりを起こす頻度は2万2000発に1回であり、他の類似機関砲と比べて玉詰まりしにくい。もともと M242 は、ヒューズウェアクラフトによって1972年から開発が始まったが、1981年にアメリカ軍の M2 ブラッドレイフ評戦闘車が、 正式採用されるまで軍で使用されることはなかった。1990年以降、改良型 25mm 機関砲も開発製造されている。M242 は手動及び電動によって発射コントロールができ、セミオート、低速連射、高速連射の3タイプの発射速度調整が可能である。セミオートでは発射管を連続で握ると速射することが可能である。 低速連射では100発、フン、高速連射では200発プラスマイナス25発、フンの射撃が可能である。エリコンクバ用に開発された、この 25X137mm 弾は、ブッシュマスターの他にも、フランスのヤガウマイナス12イコライザーでも使用され、数多くの砲弾が開発されており、25mm 後継弾でのデファクトスタンダードとなっている。 軽装甲車や一部の旧世代の戦車などをほとんど撃破できるほか、ヘリコプターや低速飛行中の固定翼機に対しても有効であるが、最新の装甲車両は逆にこの 25mm 弾に耐えうることが高負荷姿勢の一つの指標になっている。M242 は上述のように世界で1万本使用されている。主な運用国にアメリカ、陸軍、海軍、 海兵隊、沿岸警備隊、ノルウェー、陸軍、スイス、陸軍、カナダ、陸軍、フィンランド、陸軍、オーストラリア、陸軍、海軍などがある。使用が広まるにつれて、M242 は、いくつかの派生型が開発、製造されている。現在、M242 は、アメリカ陸軍の M2 不評戦闘車、M3 機兵戦闘車、 アメリカ海兵隊のラブ -25、総輪装甲車に搭載されている。アメリカ軍以外でも、蒸気軍の不評戦闘車に搭載されている。1990年から M242 の改良がスタートした。方針に、クロムメッキをかけることに始まり、球団機構の改良、機関部の改良が行われた。また、より効果的なフラッシュサプレッサー。 発射弾数計測計、補強型撃沈、クラッチ機構などの開発、改良も施された。改良型は M2 ブラッドレイ不評戦闘車の第3世代である M2A3 から搭載が開始された。M242 は航空機には搭載されていない。AC-130U スプーキーガンシップと AV-8B ハリアー E 攻撃機は共に 同じ 25mm 機関砲を搭載しているが、両機ともがう -12 イコライザーという5方針のガトリング砲を搭載している。派生型、合計が異なるだけの M230-30mm 機関砲は、r 6 4アバッジの機体下部に搭載されている。1977年にアメリカ海軍は、 それまで使用していたエギコンコントラベースの MK1620mm 機関砲の更新が必要であると考えるようになった。1986年にはこの要求に基づいて MK38 m ットレが導入された。MK38 は M242 の派生型であり、砲本,本体とマウントから構成されている。艦艇から海上の敵、 自爆攻撃ボート、警備艇、機雷、沿岸の敵などに対して、自衛、制圧砲撃を加えられる。また、発射速度を上昇させた、MK-46 m o d 0というタイプが、ラミックス、ラピッヤボンマインクリアランスシステム、空中からメガヘルツマイナス60、S ナイトホークヘリコプターを用いて、機雷を探知、撃破する進む計画に使用される。 近年では MK38MOD2 と呼ばれるさらに球団機構を改良し、電子照準装置や即居装置を備えた新しい改良型機関砲が官邸に搭載され始めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。